今通り私はトレーニングを週6、7でやっております。で、あと4日後に減量が開始するので、その減量の姿をこれからみんなに見守っててほしいなと思ってお知らせ配信してます。で、みんなさ、インスタグラムをフォローしてほしくて、インスタはあれ何プロフィールから飛べるので、毎日私が配信っていうか更新するのはインスタのストーリーと投稿なので、でこっちの TikTok はライブ配信しかしないので、日常、私の日常とか減量とかそういろいろっていうのはもうインスタ全部見てほしいです。ねえマリーナーって付き合ってください。香川からよろしく、しげちゃんよろしくお願いします。あ、都内か、タツさん都内のトンネル、女性の美しさ、ポルトガル語、TikToker さんフォローありがとう、キングさん、キングジャズさんフォローありがとうございます。そうだからみんな本当に私日常、さっきも言ったけどトレーニングしかしないんですよ。トレーニングするか、お家に4匹猫を飼ってるから猫と戯れるか、まあ沖縄に住んでるので沖縄の綺麗な景色を見に行く、海とかね、ほんとそんな日常を送ってて、お酒ももう全く飲まないし外食もほぼしないです。だから私のその日常はまあ見てて楽しいかどうかはわからないけど、これからダイエットしたい人、さっき質問にもあったどうやったら痩せるかとか、まあ私の食事とかこれからやっていく方法を見ながら、参考にはそんなならないと思う、正直。そこまで減量って言ったら普通のダイエットとはちょっと違うからね。でもまあ参考にならなくはないか、あこんなん食べてるんだ、これ食べたらいいんだとか分かると思うから、そういうのも見てもらいながら大会に向けてもうギュッて引き締まって色もまた黒くなってっていう姿になっていくんだけども、応援してください。健康志向か、うん、あなたはどこ、沖縄です、沖縄に住んでます、こんにちは。ジャックさんフォローありがとう、バラありがとう、みんなフォローお願いね。インスタグラムのフォローもお願いします。プロフィールからインスタ飛んでください。まあ安否はね、あ毎日やってんな、筋トレしてんなってのは分かってくれてたはずなんだけども、すごい海外の人がこの時間帯はめちゃめちゃ多いのかな。みんなフォローお願いね。ピロシキさんお疲れ様、ややさん、ナナさんフォローありがとう、久しぶり。朝倉さんバラありがとうございます、ナイスバラ。ベトナム、インドネシア、ハロー、久しぶり。ピロシキさんめっちゃ今日久々の配信なんだよ。まあ分かってるよね、みんな気になってたと思う、なんでずっと配信してないんだろうって。あなたはどこから来ましたか。沖縄にいます。私もダイエット失敗したことあります、成功したことあります、ごめん失敗って読み間違えちゃった、また参考にさせてください。もちろん参考にしてください。と私減量2回目なんですけど、参考にしてください。もう大会出るあれのやり方なので、やりすぎると不健康ですので、そこは気をつけてもらって。こんにちは、美しい、愛してます、いけいけ、フォローありがとう。ベトナム、沖縄美しい島です、あなた美しいです、あなたは人間のように見えます。海外の人多いね、みんなフォローしてね、インスタもよろしくお願いします。だからこれからはね、本当にご飯食べながら配信することが多いかな。1日、減量が始まったら4か5ミールぐらいご飯を取るんですよ。3、4時間おきにご飯を食べる、分けて小分けにして食べるから、そのタイミングで多分ライブ配信つけてっていうのが多い。だからもう本当に日常の綺麗な海とかはなかなか見せれる機会がないと思うんだけど、ほんとただただ自分が痩せていく、脂肪がなくなっていく姿をみんなに見てもらうっていう感じで、その分筋量は落とさないようにトレーニングの強度も下げないようにしながらやっていくので、多分疲れてる日とか
今みたいに声テンション今高いけど全然の日とかもあるだろうし、みんなにねもしかしたら心配かけちゃうかもしれないけども、まあ私はでも元気なので健康なのでフォローありがとう。みんなタカさんフォローありがとう。あなたは素晴らしいと思います。沖縄最高に感謝します。タカさんハートミーありがとうね。ナイス。減量ペースどのぐらいですか？私はあと4日から始めるんだけど、今年はもう本当にちょっと下手したらもう半年以上減量するかもしれなくて、それはなぜかというと大会に1個だけじゃなくて何個か出るかもしれないから、だから本当にまだわからないです。ただ一般的に減量の期間っていうのは5ヶ月とか大体6ヶ月ぐらいって言われてます。一番いいペーあの期間っていうのは。みんなフォローありがとうございます。インスタグラムの方もフォローお願いします。プロフィールから飛んでください。スタイル沖縄来てどのぐらい経ちますか？リュウヤさん沖縄来て今9ヶ月ぐらい経ちます。3月の中旬にこっちに移住してきて、私沖縄の北部に住んでます。でこっちの北部でパーソナルトレーナーしてます。いいボックくんさん、いいいいのぶさん、バラありがとうございます。のぶさんのこのさトップがめちゃめちゃタピックの名護の海に似てる。名護の海かなこれ。素晴らしくいいですね。イカカラさんコメントありがとう。ポポさんフォローありがとう。北部いいですね。いやでも北部めっちゃ自然はいいじゃん。私海めっちゃ好きだから、スキンダイビングするから夏っていうか暖かい時はいいんだけど、でもやっぱりねやることないよね本当に。することがない。やっぱ那覇とかさあっちのね中部の方が買い物とかさそういうのするにはいいよね。たまにね1、2ヶ月に1回はあっちに行くっていう感じ。ローさんフォローありがとうございます。店少ない、めっちゃ少ない。もう店っていうかもうイオンしかないし。名護だよね。のぶさんそうだよね。私もうすぐわかる。私も名護でパーソナルトレーナーをしてるので。とても肌が綺麗ですね。うえ嘘、肌ちょっとカッコついてるからさ。これカザフスタンで、こんにちは。こんにちは。自分中部、あ、中部から。ありがとうございます。コメントしてくれて。中部か。ほんとたまに行きます。でもほとんどもう北部から出ない。仕事も北部だし。こんにちは。ペターさん。だからみんなさ、これからさ、みんなさ、これからさって何言おうとしたのか忘れた。